いじり駅は、福岡県福岡市南区いじり5丁目にある、西日本鉄道天神大牟田線の駅である。駅番号は、T06。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅。駅構内の大牟田側端部に駅舎が設置されている。駅舎も改札も上下で別々になっているがホームには、古戦橋がありどちらのホームにも向かうことができる。 メディアを再生する、下り線ホームから見た、通過列車2019年度の1日平均乗降人員は23,881人で、あり、西鉄の駅としては、第5位である。2015年度までは、第6位であったが、2016年度に、特急停車駅である西鉄2日、市駅を抜き、順位を一つ上げた。また、2017年8月26日に、 隣の大橋駅が特急停車駅に昇格したことで特急が停車しない駅及び普通のみ停車する他の駅の中で最も多い人数となった。各年度の1日平均乗車及び乗降人員は下表の通り駅構内の大無寄りに接する形で福岡県道505号板月牛首地区市の線が踏切で横切る。駅の周囲には 商店街と住宅地が密集している。また、当駅周辺は、九州旅客鉄道鹿児島本線と西鉄天神大牟田線が接近している場所で、東側約500メートルの場所に JR 九州笹原駅があり、西鉄天神大牟田線と鹿児島本線の駅、相互間を無理なく徒歩連絡できる数少ない場所である。当駅の南東約800メートルの位置で、 西鉄天神大牟田線と鹿児島本線が交差する。なお、いじり駅周辺沿線は住宅地に接しているため、高架化に必要な工事用地と大型工事車両の通行可能の道路がないこと、大橋駅いじり駅間に九州新幹線をくぐり抜けての高架化が難しいため、現在あたり駅南で進められている高架化事業では、いじり駅を含めての高架化には至っていない。 ありがとうございます。